ダイエットしたことありますかあります。あと、投資制限ダイエットやってるの日本だけですかフランスのダイエット事情も教えてください。まあ、アトキンダイエットは、まあ、アトキンっていう名前がついてるように、外国でもやられてるんで。ただ、まあ、僕、ダイエットというか、減量したことがあるんですけど、あの、結局、その、太るのって、カロリーを摂取するから太るので、その、炭水化物と油を一切取らない。 で、あの、ダイエットできついのって、お腹が減ってるのを我慢することなんですよね。なので、あの、お腹が減った時に、僕、無限にこんにゃく食っていいルールと、無限にキャベツとレタス食っていいルールにしてたんですよ。で、あと、その、ま、ああの、血糖値が下がると、そのお腹が減った信号ってめちゃめちゃ出るので、で、あの、ファミレスでパクった粉砂糖を食べるっていうのやってたんですよね。あの、 その、まあ、あの、砂糖ってタダじゃないですか。ファミレスとか行くと、あの、コーヒーに入れるやつ。で、それが僕のうちは無限にあったので、で、その、まあ、お腹が減りました、夕飯ですっていう時に、まずその砂糖を、じゃりじゃり噛むんですよ。で、口の中砂糖でじゃりじゃりして、甘ってなって、で、いくらでも砂糖は食っていいんですけど、砂糖食ってるうちに飽きるんですよ。で、砂糖を食って飽きると、でもその結果、血糖値は上がるんですよね。なので、その、あの、その、 血糖値が下がったことによる空腹感っていうのは失われると。ただ、その、あの、胃が空っぽだと、なんだかんだ言って、あの、お腹減ってる感って出ちゃうので、なので、そのレタスとかキャベツとか大根とか、その水分の多い野菜とか、あとこんにゃくとか。で、あの、おかゆは大量に食ってましたね。あの、おかゆって、その、水多めにして1合とかでおかゆ炊くと、すげえ量になるんですよ。5合分ぐらいになるんですよ。なので、その、あの、 えっと、お粥にに、ま、ま生卵を乗せて、醤油をかけて、焼肉のタレをかけると、あの、すき焼きの味がするんですよ。要は、あの、卵と焼肉のタレって、すき焼きの味に、なんですよね、味付けとしては。で、それでこう、お粥を食べるっていう、そんな感じので。あれって1ヶ月で5キロぐらい落としたかなっていうのやりました、はい。